どうも、伊藤伊藤です。はい、ということで本日も一つまでもわかるマイクの講座ということでやっていきたいと思います。お子さんにぜひ教えてあげてください。ということで、今回やることなんですけども、まず一つ、めちゃめちゃ大切なものを忘れてた。これ一番最初にやりましょう。脇つぶし。はい。一つ目は脇つぶしをやります。二つ目、ごめんなさい、ちょっと名前が私もわかんないんですけど、二つ目、ブランチマイニングというものをやりたいと思います。まず一つ目の脇つぶしなんですけど、何かっていうと、今この状態で拠点があると思うんですけども、やっぱり一番恐ろしいのは、夜、ゾンビ、ね、スケルトン、クリーパーに襲われてしまうことが一番恐ろしいんですけども、ゾンビとかって、一体、なんで出てくるでしょうか？そうですよね。ゾンビとか、クリーパーとか、スケルトンっていうのは、暗いところに出てくるんですよね。これを出てこなくする必要がある。それが脇つぶし。具体的にどういうことかというと、この周り、拠点の周りに、松明をたくさん設置します。そうすることによって、その拠点のところから、ゾンビや、スケルトン、クリーパーが湧かなくなる。やっぱね、前回のね、動画見てもらったようにね、クリーパーがいきなり湧いてて爆発させられて、こうやってね、地面もボコボコにされちゃったし、畑壊されちゃったりするんですけども、そういうのがなくなるように、脇つぶしというのを行います。二つ目、ブランチマイニングなんですけども、ブランチマイニングだっけ？二つ目のブランチマイニングなんですけども、簡単に言うと、効率よく鉱石を取る方法です。これをお伝えしたいと思います。で、まずは脇つぶしの方からやっていくんですけども、早速夜になっちゃうね。脇つぶしに必要な松明をゲットしないといけないんだけども、松明に必要なのがこの石炭、もしくは木炭と木の棒でできます。作業台に行くと、これですね。こうやって、できるんですけども、石炭がね、前回洞窟に入った時に結構削って取ったんですけども、石炭がない場合っていうのは、木炭を、代用して使うことができます。で、木炭の作り方だけを教えますね。木炭は多くの原木、まあ多くじゃなくても原木を置いて、左下にハーフブロックを置く。要は木で木を焼く方法で木炭っていうのが作れます。一応1個作ってみましょうか。はい、1個作れました。やめましょう。一個木炭ゲットです。これで木炭が作れます。で、木炭を作ったら、作業台で、これですね。まあ、石炭を使わずに木炭を使っても作れると。木炭、石炭一つあたりに松明が4つ作れる計算ですね。なんですけども、木材って結構ね、材料として使うので、まあ、節約するんであれば石炭を取った方がいい。なので、まあ、潜って石炭を取ってもいいかなと思います。で、私はちょっと石炭が今回あるので、結構作っちゃいますか。76個作れる。思い切って76個作ります。もうこれは適当でいいです。こうね、割と欲しくないところに適当にこうやってどんどん置いていきましょう。で、必ずやっておかなきゃいけないのが家の中も絶対やってください。家の中やんないと家の中に湧いちゃうんですよ。外ばっか明るくて、家の中暗いと、あ、ここ、分けそうだーっつって湧いちゃうんで、必ず家の中にもやってください。また畑壊されたらたまったもんじゃありませんから。ほら、ここにもいっぱい石炭あるじゃん。で、意外とこうやってやると70個っていうのは簡単になくなっちゃうね。もちろんこれをやったところで、近寄ってこないわけではありません。はい。近寄ってはきます。ただ、この付近でスポーンしないんで、脇が遠くなれば見つからずに、そのまますぐベッドに入れる。うん。これがいいところですね。はい、ということで、できました。これが、脇つぶしです。こんな感じで作ってみてください。ごめんなさい、ちょっと花粉症で鼻声で申し訳ございませんが。さあ、脇つぶしが完了したところで、本題2番。ブランチマイニング。なんだっけ。ブランチマイニングですね。で、これ、先ほど言ったように、鉱石を効率よく取る方法なんですけど、鉱石を取るってなって、一番最初に頭に浮かぶのって、洞窟向かおうとか、掘っていこうとか、思うと思うんですけど、一つで、やり方があるんですよね。で、そのやり方を説明します。それが、ブランチマイニング。拠点内、もしくは拠点の外でもいいです。拠点の付近に、から掘っていくんですけど、私はちょっと拠点の中からやってみますね、今回。なので、1ブロック。で、こっからやる方法が階段掘りっていう方法になります。直下掘りっていうのが真下に掘っていくんですけど、
直下じゃなくて階段に掘ってきます。階段上に。下まで行きます。で、これ今 Y 座標が80。結構高い位置にあるんですけど、マイナス54まで行きます。マイナス54から59っていうのが、実は鉱石が効率よく取れる場所らしいです。はい。なので、そこまで階段掘りで降りていきます。まず。行きますよ。こう行きたいんだけど、頭は、ここだけ壊しましょう。あ。ミスりましたね。ちょっと頭が悪すぎたんで、もう一回やり直します。逆に掘ってこっか、じゃあ。こっちに掘ってこっか。じゃあね。こっから。さあ、一個。ちょっとね、邪魔なんで掘っちゃうよ。階段で掘ってく。なんで階段掘りの方がいいかっていうと、急に洞窟になってて、下が抜ける可能性あるんですよ。そしたら一発で死んじゃうのと、溶岩があって溶岩に落ちちゃったりとか、急に水になってたりする場合もあるんで、うん、そういう危険を回避するために階段で一段ずつね、降りていきます。どんどん下まで行きます。暗くて怖いですね。こうやって暗くなった時のこのマイクラの音楽、急に不気味。わからない、その気持ち。なんか急にホラーゲーやってる気持ち悪い。あ、銅鉱石だ。これは長いね、ひたすら。さあ、ツルハシがちょっとここまで、ようやく7まで来たんですけど、ツルハシがなくなったんで、どんどん上まで行きましょう。クリーパーさんよう頼むぜ。で、もう一個ね、これ、そうそう、一個忘れてた。このかまどを、かまど使うとね、肉焼けるらしいよ。なんでね、かまどの上にこれ銃と、銃と。かまどで焼かれて死ぬの？俺めっちゃダセーじゃん。でも死んでよかったかも。とりあえず全回復したから。まあ、わざとですけどね。さあ、ということでね、かまどだとこうやって効率よく焼けますね。で、しかもあれだわ。かまどだと材料はいらないからいいね。さあ、じゃあ最後掘り進めていくよ。で、ここは今階段でこうやってちょっと鬱陶しいんだけども、将来的にね、レールとかを作れるようになれば、ここにレールを引いちゃえばトロッコでシューンって下までジェットコースターみたいに降りれるんでね。お！これレッドストーンの鉱石です。レッドストーンの鉱石はこうやって一回ポンと押すと、光りますね。で、鉄のツルハシじゃなきゃ取れなかったかな。これ取ると、レッドストーンっていう回路を作れるようになります。レッドストーンの粉っていうのでは取れるんですよね。でもこれ多分、壊すのに時間かかるってことは、取れないかな。あー取れない、もったいないね。じゃあいいや。一個だけ壊してね。通行の邪魔にならないように、光らしておきましょう。ほら、一個光らしたら下も光ったでしょ。おっと、洞窟です。また。こうやって一気に下まで行っちゃいますね。危ないですよ。そういう時はどうすればいいんだ。よいしょ。こうやってやっていこう。地道に。綱渡りのように。完全に下まで行けちゃうね。完全な洞窟だわ。どうすっかなぁ。こうなった時どうすればいいんだろう。こうなった時どうすればいいんだろう。え、どうすればいいんだろう。ルート変更しようか。よし、これなら。ルート変更パターンで行こう。曲がってもいいのか、別に。さあ、もう一回繋げていこう。どんどん行こう。あ、バカだ俺。目悪い。ツール橋はいっぱい持ってきました。同じミスは繰り返さない男、社会人伊藤です。かつて同じミスを繰り返してめちゃめちゃ怒られたことがあります。同じこと何回も言わせんなよって言われたけど、わかんねえだよ、おめえの言うてることわかんねえだよってなってましたね。それが社会人1年目です。さあ、あと10です。何危な。なんかさっきからごちゃごちゃ音忘れと思ったら。ここもやっぱりだから、松明をどんどんやっていかないといけないっすね。まあ、1ブロックずつだからね。横は広くないんでね。ポン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 って置いていけば。さあ、そんなことを言ってる間に、本当に鼻が詰まってきました。そうじゃなくて、そんなこと言ってる間になんと50まで来ました。52。
54!OK! 到達!さあ、54まで到達したらどうすんだ?じゃあ、54まで掘ったら、この54の地点に、ちょっとした拠点を作ります。横をちょっと広げます。さあ、少しスペースができました。ここに、作業台。チスト。チェストを横並びで置いて、と、かまどですね。はい。これで、ブラウンチマインド、ちょっとなんだっけ?さあ、ということで、ここがブラウンチマイニングの、をするためのこの地下拠点になります、私たちの。地下拠点ができました。このまま、まっすぐこの高さ。もう下、これもうちょい下行ったのか。ちょっと階段掘りで54を掘る形にしようか。今いるの55。54を掘り進めたいから。あ、いいか。ちょっとここ降りる形になるんですけど、こっから直線で、まず1本。とにかくね、この高さを掘り進めるの、この2マスを。例えばここまで掘っとくじゃない?そうするとこうやってできるじゃん。で、入り口を決めて、例えばここの1つ。そしたらこの、こっから横に掘り進めます。こうやってやって鉱石をどんどん探していく。で、拾ったものはすぐそこの地下の拠点に入れられると。こういうことですね。ここは1個の地点だとして、1、2、3マス開ける。この人のやり方だと、横3マス、縦2マスで掘っとくって書いてあるから、横1、2、3マス開けるらしい。1、2、3。で、ここ。また同じように掘り進める。ひたすら掘る。この54と55の場所を。こうすることによって、まあ、今、湧き潰しをまだしないんですけど、一切モブと戦わずに、危険をね、伴わない上で、鉱石を効率よく集めることができる。で、この効率よく集められる高さっていうのが53と、54から59ということでね、この高さがダイヤモンドが出やすい高さらしい。で、それをしながら他の鉱石も集められる。で、石のつるはしだと結局取れないんでね、あんま意味ないんですけど、やり方的にはこういうことらしいですね。何か出てくるもの掘ってみようかな。お、ラッキー。いい光が出ました。よかった。これが限界値かな。来ませんね、いいのが。あったー!ダイヤモンド!いや、俺当てたよ!暗くて何も見えてなくて。大丈夫?大丈夫?ちょっとごめんなさい。配信のソフトの画面見たら暗すぎて何も見えてない。うわー!ちょっとよく見えますか?ダイヤモンド見つけました!鉄のつるはしがあれば取れます。鉄が見つけられたいんだけど。こういう感じで効率よく見つけられるんですよ。これも掘ったらもっと周りにあるかもしれないね。もう一個先ちょっと掘ってみようか。あ、ここの先はない。この奥にあればいいね。やったー!こういうことですよ。こうやってやっていくことによって、ほら、わかりやすいでしょ?で、またもっとこっち掘って、こうやってね、動脈みたいにわかりづらいか。木の枝みたいに一本筋があってこうやって掘ってく。まあ規則性のある木の枝みたいに、幼稚園生の絵みたいにね、木やって棒直線で直線で直線でってこうね、ダンジョンみたいに、何個たとえ言うんだよダンジョンみたいに掘ってくと効率よく見つけられるらしいです。はい、これがブランチマイニングです。はい、声高らかに言ってますか?私も初めてやったんで全くわかりませんでした。いや、嬉しいね。ダイヤモンドちょっと見せたいからちょっと一回光を。めちゃめちゃ奥まで掘ってたな、意外と。いや、ダイヤモンド見つけられたら嬉しい。ダイヤモンドだね。最初音程外してから一気に合わせに行きましょう。いや、合ってるかわかんないけど、音痴なんでね、基本75点です。75点の男です。いや、いいね。こんな感じで、一気にブランチマイニング。一気にブランチマイニング。ひえですね。あー、わかりやす、あ、わかりやすいね。気持ちいい。掘った鉱石はここに入れといてもいいってことね。さあ。あれ?俺一個ずつ掘り間違えた?
いや、だとしたら、こうすればいいだけの話やったやん。びっくりした。ちょっとなんか、キモ拠点。キモ拠点になってますけども。まあ、広くしてね、この拠点もね。いや、でもせっかくだったらちょっと鉄見つけたいな。ちょっと逆に掘ってって、鉄見つけようか、1。鉄が見つければそのままダイヤ掘れもね、1、2、3。鉄あってくれー！鉄あれーい！いやー、ダイヤモンド嬉しいな、正直。まさかダイヤモンド一発で引き当てられるとは、すっげー嬉しい、ほんとに。なんか音楽が、なんかより怖いんですけども。怖いんで一回ちょっと松明やっときましょう。また！またです！またダイヤモンドだった！めっちゃすごくない？これがブランチマイニング。なのに鉄具のツルハシがないから掘れない。絶対一瞬ツルハシで掘っちゃダメだからね。おお！こういうことがあるんです。気をつけてください、皆さん。埋めましょう。オッケー。危ない。ここ危険。危険危険、身の危険。どうしましょう、こういう場合は。反対に掘りましょう。マグマが出てきたらずっとマグマなのかな。いや、いいね。なんかさ、自分で道路作ってるみたいですごい気持ちがいいね。やめましょう、ここで掘るのは。ちょっと鉄は諦めて。いや、トロッコ欲しいね。何これ、草むらでポケモンに会った時ぐらい画面揺れてんだけど。すごいすごいすごい、画面揺れがすごい。見ない方がいい、絶対に吐く。こうやってやることによってね、なんと拠点の中から簡単にダイヤモンドを手に入れられることができて、なおかつすぐダイヤモンドを持ってこれて、効率よく鉱石が取れると。これがブランチマイニング。はい、前回見せられなかったね、この羊の繁殖を見せましょう。小麦を持ってるとこうやって近寄ってきます。これであげます、餌を1個2個あげる。そうするとキスします、キスします。ほわということですね。こいつにもあげておきましょう。この人にもあげてね、成長させます。どんだけ食いたがんだよって話ね。なんかずっとこいつがハードセットね。何これ。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回やったのは湧き潰し、そして湧き潰しって言ってクモがいますけど、湧き潰しとブランチマイニング、非常に簡単な方法で、湧き潰しの方はもう必須なんですけども、まあブランチマイニングは、余裕があればなんですけども、効率よくいくんでね、最初なおさらね、鉱石とか足らないと思うので、ぜひやってみてください。で、私もやったことなくて、初めてやったんですけど、まあ、下に掘るだけなんでね、少し時間かかりますけど、階段漏れにゆっくり掘っていっていただければね、危険も少ないので、やってみてください。はい、ということで、以上、人妻でもわかる、マイクラ解説。また、次回の人妻動画でお会いいたしましょう。よしー。